ありがとうございます。パンくんありがとう。マセ太郎タコありがとう。今日はお姫様ですか？お姫様です。なんかいつもは着ないような服を着てみたよ。下北めっちゃ可愛かったって高弘さんありがとうございます。見てくれてたのね。あきらさんバラありがとう。松太郎さんタコちゃんありがとう。サイレンス鈴鹿さんすっかりなつきさんにハマってしまった。わら必ず会いに行きますって。わ今回のアルバムで会いに来てくれるかな。待ってるよ。ガモーさんあわあわありがとう。小村すまるさんバラありがとう。こんばんは。あとワンクリックでなっちゃんとの豪華クルーズだからポチッてしてきた。うわあ嬉しい。クルージング、え、あれだよね、当落出たんだよね、クルージングの。あれ違うっけ、それってボリューム1か、ボリューム1の話か。そうクルージングの、そう受付が始まったんだ。ボリューム2、ボリューム2は今日かな、さっき来てる。いや待って、あれか先行のやつか。いやせいやんさんバラー、よしさんバラーありがとう。みきやくんハートありがとう。直樹だよ、天使なっちゃん、天使なっちゃんです。お今日ネイル買いました、じゃーん見て可愛くない、なんかリンゴ飴みたいな色にしてもらいました。リンゴ飴みたいなチュルチュル、リンゴ飴みたいなチュルチュル赤のネイルにしてもらいました。浴衣合いそうじゃない、浴衣合いそうだなと思ってネイルを買いました。アイスレモンさんバラありがとう。ナオトさんタコありがとう。おクルージング予約完了嬉しい。え、なんかさいかつにいかつにできるみたいな、なんか回ってきた。それってほんま？いかが釣れる？ナオトさんありがとう。違うか、それなんか違うやつか。メリトモさんバラありがとう。ジタクさんあおでもありがとうね、ジタクさんだるまちゃんありがとう。そう赤い、これ赤に見えるよ、見えるやん。でもねこれねなんか絶妙な色なんよ、なんか赤とオレンジの中間みたいな、赤とオレンジの中間。なんかさ今の髪色めっちゃ黒みじゃない、さっき黒みと一緒に写真撮った、非常に黒み。声がさ、あれなの、絶対これだ、ずっと刺してたからな。え、謎の推しメン選択、そんなのある、みんな私に私選択してもしかしたらあるかもしれん、なんかあるんかも、絶対あるじゃろ、なんかあれじゃない、推しの近くに席が鳴るとかなんかもしれん。8月11、12、13、なっちゃん三昧3連休やって最高、最高かよ。天使服です。なっちゃんローモバ加入できる、お、ローモバ、ローモバ気づかぬ間に、あの携帯変えたけんさアンインストールはされてない、多分もう一回再ダウンロードしたらいけると思うんだけど、
ねえ、てか私がさ、私が今日飲んでたやつさ、これさ、あのこれめっちゃここのこれも相まってさ、なんかお酒に見えん、なんかすごい下北 FM をさ見ながらさ、これを飲みながらさ、最初の前半見よったんよ。なんかそしたらさ、スタジオの方でハイボール出てきてさ、飲みよったけん、なんか私もなんかお酒飲んどるみたいな気持ちになって、ほろ酔いでもうなんか言葉数少なくなってましたわカルピスソーダなのにね。めっちゃ綺麗だよね、めっちゃ綺麗に塗ってもらえた。赤です。3倍早くなる、なんだろう、全然違った、イカではなかった、イカは何でもない、黒みなっちゃん解決。序盤猫かぶりな美少女だったらマジでほんまにもう普通にさ、香織さんやったよね。香織さんの話がおもろすぎて、話面白すぎてさ見てた、じーって出るとこなかったですわ。こんばんは。あ、うっちーさんお電話ありがとう。めっちゃ元気出た思ったこと全部言ったじゃろ。銀色金魚さんバラありがとう。なっちゃん推しにしたけど小豆島のリベンジ。おお、え、小豆島、淡路島じゃなくて、え、豆苗日記さ、まさかのさ、5本って思うじゃん。それにはさ理由があってさ、みんなに見てほしい、私の豆苗。豆苗の、豆苗の歴史を。なんとなんと、じゃーん、じゃーん、これが一株目なんですよ。で、これが3日前じゃない、これは5日前、いや5日前じゃない、これが3日前のやつか。でさ、3日前のやつでさ、アンケートでさ、なんかクイズを出した時にさ、クイズ出した時に提出した時5本だったのにさ、めちゃくちゃ増えてんのよ。だからさ、もしかしたら正解してた人いるかもしんないっていう。これ3日前にそうやって始めたやつで、昨日やけん2日目とかで、その問題提出した時まだ5本だったんですけど、1、2、3、4、5、もう数えれませんわ、数えきれんぐらい伸びとる。じゃーん、可愛いよね普通に。豆苗って観葉植物じゃない？観葉植物ばりのなんか癒し効果。というわけで、もしかしたら正解してる人いるかもしんない。総選挙感謝祭みたいに推し席あるんかなって、あるんかもしれんよ。こんばんは。下北お疲れ様。お疲れ様です。ローマは例えば 2.5VS3 期の戦いは誰応援したらいい？え？誰応援し、どっちを、でもあれなんじゃない？
まずどっち応援するかだし、私もさ、私もローモバ久々にやりたいんだが、もしかしたらまた私のイベントがあるかもだよそこに温存しとくというのも一つで。渚さんお強そうだね、めっちゃおもろかった。なっちゃんとの握手はいつになるのやな。おいもちゃんアットマーク透明人間怒り、なんで怒った、どこで透明人間にされたん。ウッチーさんかわいい、ありがとう。赤い彗星、あ、そういうこと。ドラッキーさんかわいい、ありがとう。電話話してよかったですね。何シーズン目やろ、もうなんかもう数えきれん、数えきれんシーズン目。小豆島栄養校、淡路島じゃろ、淡路島も楽しかったけん、クルージングもめっちゃ楽しみ。なぜなにくんバラありがとう。私となっちゃん付き合いやん、ね、豆苗祭り、いや5本からまさかの急成長を成し遂げとった。それぞれの名前は付き合いません土に植えとる、土には植えてない、なんて言うんやろうね、これってなんなんやろ、水耕栽培みたいな感じ。土すせそうさんバラありがとう。くねかんさんバラありがとう。え、何それ、サージカルさんめっちゃ美味しそう。豆苗と桜エビの塩炒めやってみる。桜エビね、桜エビ買ってみよう、美味しそうね。数えるの大変なんで無限大です。あ、コツは水の量、豆苗をうまく育てるのには水の量が大事。てか今日のお洋服可愛くないか、これさ今日パルコに行ってさ、やばいと思って、なんか下北FM 出るのに今年の夏服 T シャツしかないと思って、 T シャツしかない、どうしようと思って、可愛いお洋服を探しに行ったらこれに出会いました。可愛くない、これ、ここのブランド好きかもしれない。これミスティーウーマン、ぜひみんなぜひ こういう系統のなっちゃんが好きだよって方はぜひミスティーウーマンに売ってますおもろい、待ってます。自分では絶対いつも選ばん感じのタイプのやつだけど可愛いですね、これ。これね、しかもなんかあれなんですよ、リバーシブルでなんか 2way で着れるんだって。これ実はキラキラしてんの、可愛い、可愛いっしょ。おっと意外な一面やな、なっちゃん入金はしたけどピエン、え、電話、そうだよね、思ったもん、電話さなかったけんさ、ホタテ様は来んかったけんさ、うわっみたいな、忘れちょったんじゃと思って、忘れちょったんじゃって思ってたけど、え、やばっ、それはさもう返金してもらうしかなくない、え、ちょっと、あ、でもあれ一応なんか抽選みたいな形ではあるんよ、なんかその生電話なんか一応抽選みたいな形ではあるけん、その抽、いやでもそれはないと思うけど、聞いてみようか、お問い合わせできそうだとしてみたら方がいいと思うし、聞いてみようか。チェックさんバラありがとう。うっちーさん推ししか勝たん、ありがとう。ローモバってさどのやつだっけ、てか私ここにほくろあるっていうのをね、そのこの服着て気づいた、いつも忘れるんよこれ、発見しては忘れ、3年ログイン、毎日ログイン、すごっ。以前に加入した人が加入できない事案があるらしい。なるほどね、そりゃ大変だ。 WCC さんバラありがとう。ノフさんタクちゃんありがとう。生電話ってお話し会なんとかなんとかお得に感じましたって、ね、
ぜひなんか恒例なのでまた呼んでいただけた際には待ってます。え、あのなんか会場でやるやつめっちゃ楽しそうだった。みんな前半のやつ見てた人わかるかもしれないけど、渚さんが、香里さんがやってた。香里さんがやってた、スタジオでやるやつめっちゃ楽しそうだった。オリンピックのサッカー宇部市出身の選手が2点取ってた。え、めっちゃすごいじゃん。宇部市熱っ。ムーンさん、だるまちゃん、ありがとう。ネックレスもそう、今日女の子らしい服なの。似合ってるでしょ。ミスティーウーマンの服だよ。でもね、この下はね、この下はめちゃくちゃね、ジーンズっていうね。でもこういう合わせが今年らしい、今年らしいらしいよ、今年らしいらしいよ。そう、めちゃ可愛くて美少女、ありがとう。こんな性好き、誠に知らん。どうも。秋吉さん、バラ、ありがとう。ジョージさん、タコちゃん、ありがとうございます。カズさん、カクテル、ありがとう。トントン21さん、バラ、ありがとう。いや、実際ギリギリだったのよ。いいっすよ。生電話中に大倉さんの声が入った。入ってた？やばい、もう全然気づいてなかった。話に集中してたわ。俺が来たらミスってるウーマンやよ。ミスティーウーマンやよ。イズタン、かわいい。ヤズフタさん、かわいい、ありがとう。え、なんかこれさ、定型文に、あれ定型文に私かわいいとか入れたっけ。お城燃やすやつだ、それだ。ゾンビのやつじゃなくてお城燃やすやつや。定型文、なんか定型文久々に変えたいね。え、なんかさ、下北 FM のさ、ショールームのやつ定型文もさ、なんか日付もさ、先週でなんか固まってたよね、止まってたよね。時時を止めよう。電化会さん、バラ、ありがとう。くんももさん、ハート、ありがとう。むっちゃ可愛いやん。なんで怒っとるん、そんな。豆スイカさん、名前なんで変えた。犬島の縁日サプライズレーンって普通に話すかじゃんけんとかするか選べるってことですか。いや、あの全部あの縁日になります。縁日企画。私だったらあのなっちゃん、なっちゃん神社なので、お話ししながらそのおみくじ引いたりとか、そういうする企画が進んでいくみたいな感じです。ふわかわ、ふわかわでしょ。くんももさん、あとうわんさん、バラ、ありがとう。ね、ほそさん、バラ、ありがとう。お、ともじいさん、8月10日のナイトクルーズ楽しみですね。楽しもう。応募してくれたん、嬉しい。縁日は1万円ずつ出すのがいいのかな。確かに1万円ずつの方がいいと思う。くじだから、くじ引きやから。なっちゃん、みこさん姿でお願いします。みこさんではないです。でもあのちょっとみこっぽい感じの浴衣なんで浴衣なんで、まあそれっぽい感じの私味わえますよ。なっちゃん祈願、あ、なっちゃん神社当選祈願はできますか。もちろんです。あの外れなしで、外れなしでいただけるあの当選祈願のものがありますので、はい。定型文変わってない上に謎の誕生日仕様。え、誕生日になってた。あ、そうだよ、今日大倉さんの誕生日だよ。今日大倉さんの誕生日なの。でもさ、なんか
本人があれなんか話題に出してなかったけんさ、なんか触れちゃいかんのかなと思って触れんかったんやけど。味方ならうなじみ放題キャンペーン、うん、そうそうそう、話混ざるなぁ。ハートクルーズの衣装ヒントください。え、クルーズってどうなんだろうね、私服なのかな。え、待って、ちょっとクルーズだったらマジね、あのクルーズだったら、クルーズもし私服だったらなんかちょっとマジであのなんかいい女な服で行くわ、いい女ファッションで行くわ。なんか普段着ない、普段着ないなんかワンピース着ちゃおうかな、普段着ないなんかちょっと可愛い、ちょっとじゃあミスティーウーマンでゲットしようかな。ミスティーウーマンのドレスコード確かに作ったら面白そう。そうそう、御朱印うなじを見せるとうなじ調査兵団攻撃してくれて気をつけてな。おいもちゃん、氷くまちゃんありがとう。てかさ、今日このねネイルをね、今日このネイルしてた時にね、あのキングダム見たんですよ。キングダムがちょうどさ、あのさ、キングダムがちょうどねなんかテレビで流されとって、マジであのめっちゃ集中してみよった。おもろいな。キングダムの映画って3ぐらいまであるんだっけ。絶対帰ってみようって思った。絶対今日寝ながら見る、寝ながら見る、寝ながら見よう。でもね、今日さパルコでなんかいつも行ったことない、なんか自分がいつも入らんようなお店行ってみたいよ。めっちゃ可愛いね。ミスティーウーマンはミスティーウーマンの横にあった、なんかめっちゃ可愛かった。あ、なあれなんて名前やったっけ、あっこのお店、名前が出てこう、なんか英語3文字みたいなやつ。サージからさんハートありがとう。今日の衣装は素敵です、嬉しい。こんな感じ、本館7階、そう本館7階、お出迎えお見送りがあるから。そうだよね、ちょっとなんかあのいいとこのお嬢さんみたいななんかワンピース着と着ようと思います。次広島行ったら行ってみます。キングダム、チャートリ公演の当選祈願に間に合わない、当たりますように。山勝さんこんばんは、バルムちゃんありがとうございます、ありがとう。名前何やったっけ、な KLP みたいなじゃあ KLP はあのクアラルンプールね、何やっけ、KBL だ、 KBL みたいなのない、 KBF だ、 KBF、 KBF ってお店がめっちゃ可愛かったけど、なんかちょっと探し、今回探し求めとるお洋服とはちょっと違くて、なんか私のいつもの私服みたいな感じ、なんか結構色パキパキめのちょっとデザインがちょっと変わった感じのやつで、もう超超ええ感じやんってなった、ええ感じやん。最近さ、最近ミスドって紙袋やんか、もうこうやっていっぱい持っとったらさ、もうくちゃくちゃになった、くちゃくちゃになりました。ミスドが潰れてる、勝利のミスド、今日の一日、今日の一日終了、終了のお知らせをちょっとミスドで告げようと思います。ねえこれマジでお酒に見える、カルピスソーダですからね。なんかしかもこのなんかめっちゃめちゃ長いやつみたいな、めちゃ長いのをなんか
豪快に飲む人みたいな。え、なんかさ、学生時代さ、学生時代さ、これめっちゃ飲んでなかった？みんなみんなさ、私の学生時代といえばこの缶の、あのめちゃくちゃ缶のめちゃくちゃ長いあのカルピスソーダなんよ、私の青春の思い出。もうさ、めっちゃ久々に見たの、これ自動販売機に売ってて懐かしいと思って買っちゃいました。じゃん。チコも可愛いよね、服屋さん。でもやっぱマウジー可愛いなって思った。今日探し求めてたあれとは違ったけど、いやね、ジーナシス、俺はジーナシスってか、私がね、今日さ、今日ね、お洋服を見に行こうと思ってさ、お洋服見に行こうと思ってね、ダブルクローゼットにね、ダブルクローゼット見に行くためにあのパルコ行ったと言っても過言じゃないのに、あの閉店してた嘘でしょっていう、まさかの閉店、ダブルクローゼット閉店してました。なんか最近さ、なんか私がお店行ったらさ、なんか定休日だったりいろいろ、なんかいただきます、いろいろ、はんダブルクローゼット失ったらマジ悲しいんだけど。ニコチコンコン、ありがとう。音符山の山さん、バラありがとう。車のダッシュボードにソーダ放置してるの思い出した、やばやば。カルピスウォーター、 NCAA って何？お疲れ様です、今帰ってる。スイカさん、はじめましての方かな。うん、オデの青春はウルトラサイダーを聞いたことないな。あ、ん、次は下北沢お越しをお待ちしております。え、大倉さん、スイカさん、あ、あれかな、え、大倉さん、それともスタジオ見学に来てた方。うん、ポッターさん、かすみさん、はじめまして、こんばんは。今日は本当にかわちいアイドルやね。やっぱなっちゃん、外羽が最強に似合うな、かっこ意識してない、意識してない外羽ってこと？ふんふんふん、うん、ゲータレードって聞いたことある。こんばんは。
かかいさん、バナありがとう。へえ、カラフルなドリンク、いつか下北にマジで行きたい。路線変更ではない。でもなんか時にはこういう可愛い服もいいなって思った。結構元はこっちの方だったから。マウンテンデュー夏、チャーハン定食さん、あわわー、リッシーさん、バラありがとうございます。あ、カルピスソーダです。ちゃんとこう証明していかんとね、飲むたびに。こんばんは、にゃう。ひまわり開花したらしい。ひまわり見に行きたいな。ひまわり畑いいね。こんばんは。夏は白い服がいい。そうね、黒の服着てたら熱がこもりますから。ハワイさん、ナトありがとう。サーヤンと服交換したらどうなるか見たくなってきた。でもなんか確かに今日の服サーヤンって感じ。サーヤンヤンって感じ。ハワイさん、ハワイハート、バラ Thank you ローズ Thank you。いいね、ハワイって名前。ステーキ、とてもステーキ。てか私トラッキーさん、タコちゃんありがとう。キャワワ、この服超かわいいよね。これしかもなんかセールで買えてリバーシブルやけん、なんか店員さんがめっちゃ面白かった。あのね、パルコの7階のミスティーウーマンの店員さんマジで面白いけん行ってみマジで面白いけん。私服だけでメンバー当てるクイズしてみたい。みんなは私の、え、みんな逆それさしたらみんな私のさ私服にさ気づける自信ありますか？自信ある？ね、肩のとこかわいい。なんかこういうのね今年流行ってるよね。今年流行りなやつ。かっくんワイプさん、結婚してありがとう。ハムちゃん、かっくんワイプさん、似合ってますね、ありがとうございます。タタ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 、ネギプさん100回目の訪問ありがとうございます。なっちゃんの服はかっこいい、かわいい&かっこいい感じ。そうやね、わかる。かわいさは、かわいさも忘れず、そう、かっこよくって感じやねん。かっこいい全振りも時にはしてみたくもなるけども、やっぱりかわいいがね少し入ってるのが好きです。服って着たいって思った服が一番テンション上がる。そうやな、テンション上がる。でもなんか着てて動きやすいとかも結構あれかもしれない。ナイトクルージング決済した、ありがとう。私を選んでくれましたか。こんばんは、ホッチーさんありがとう。買い物って直感、そうだね。でも私も今日めっちゃこの一着買うのにいろんなところで悩んだよ。どれにしよう、これにしようと、で最後にこれだってなって、これだってなって選んだけど、めっちゃいい感じです。いいお買い物ができました。あの寿司の時の黒いのが
えかったな、うむって。お、そう、今年履こうって、今年もまだ継続して履こうと思って、あのタンスから引き出してきましたよ、そのお洋服。なんかあの時の感じ思い出したらマジで髪の毛伸ばしたくなって今めっちゃ今髪の毛伸ばすモチベなの。美容室行って髪染めてきたけど、そう、あのこれから伸ばしていこうと思ってるんでみたいな、なんか綺麗に伸びるようにカットお願いしますって、髪伸ばす計画してる。暑いよって、大丈夫大丈夫、あの夏は多分夏の期間ぐらいまではまだミディアムぐらいだから、多分冬になって、冬になるとこうだんだんね、鎖骨下ぐらいまで行きたいね。え、なんかさ付け髪みたいなの、付け髪みたいなのしたい。え、てか私さ、普通にさ、あの前髪を分け前髪にしたいんだよね。ちょっと今あれなんだけど、今短いからあれなんだけど、なんかショートで、ま、なんか真ん中で前髪分けはなんか違うなって感じはしてて、デコ出しもいつか、なんか今もやけんちょっと前髪伸ばし中、今髪の毛を伸ばし中それとともにあのサプリメントで、あの髪の毛が伸びるサプリメント、髪の毛と爪を強くするサプリメントも飲み始めてる。インスタのストーリーの案内なんとか、なんだろう、何のやつだ。今の長さがいいのに裾の羽具合が過去長いのと長いのでいいっていうやつサコちゃんぐらい伸ばすって、サコちゃんあれ何年スパンで伸ばしとるんやろ、いつから伸ばしてあれなんやろ、あれマジ芸術。伸びる髪があるだけ羨ましい。なっちゃんのスタイル、なっちゃんスタイルの世界が広がるね。世界が広がる、ヘアアレンジの世界広がるよね。あ、エクステね、確かに。髪の毛のサプリはビオチンってサプリです。有効成分ビオチン。でございます。これ出た、うんしか、あ、音うんしか合ってないのに毎回リオツンって言うんよ。サコちゃんの武器、いやでもね、私ね、ほんまにサコちゃんぐらい髪の毛伸ばして、なんかもうこのもうなんかこの辺ぐらいで、もうこの辺ぐらいでポニーテールギューンみたいな、ポニーテールギューンって結んで生活してみたいの。ステージでポニーテールをぶん回したい。でも確かにショートカットのさこちゃんって想像つかんの、想像つかんくない、絶対似合うと思うんやけど、想像つかん。絶対伸びるまでに飽きるに1ベッド。いやーでもそんな気もするよ、まあ、とりあえずちょっとあの ロングとか言う前にまずミディアムぐらいまで伸ばそうって頑張ってみる。ミディアムぐらいまで伸ばそうって頑張ってみます。考えすぎちゃうとなんかあれなんで、いきなりなんか、え、この子の髪型かわいい、そうするみたいな、この子の髪型しようみたいなってなるっけ。いや、そう、私が問題なのは乾かすのが大変ってこと。あの私多分あのこの前の美容室でも言われてしまった、あの髪の毛、あの髪染めた後に乾かすやん美容師さんにさ髪乾かされながらさ
いつもお風呂上がってから髪乾かすのって大変ですって言われちゃいました。からしピエンピエンピエン大変ですって言った。夏希に全てを捧げる。え、トバチン、トバチンなっちゃん推しになったの、嬉しい。トバチンはなっちゃん単推し、単髪推しってこと、よろしく。山の山さんバラありがとう。炭酸水にカルピスの素入れたらカルピスソーダ。そうやよ、そうパイナップルヘアした。さこちゃんの髪の毛は芸術的な動きするから髪越して取り替えがある。えっ、ね、マジ芸術的。下北 FM もなっちゃんが出始めたとこまでしか見れんかった。あー、ギリ見れんかったってことか。こんばんは、しゅうちゃんバラありがとう。ね、髪まで踊ってる、髪まで神経が通ってる。ん、うん、髪にまで神経が通ってますやん。って感じよ。こんばんは。今の髪型めっちゃあれだね、クイナだね。クイナじゃない。ゆみやんさん、今日も本人への告白をすっ飛ばして娘さんをくださいってご両親にご挨拶に行ってしまいそうな可愛さ。すごい、今日のやつめっちゃ好きです。おもろいな。これどういう時に考えるんですか。こんばんは。え、なんか嬉しい。わかる。なんかクルージング、ナイトクルージング、思った以上にみんな来てくれるけん嬉しい。みんなも明日からかな、ファンクラブ選考の受付も始まるので、待ってますよ。高3の次女の進路相談に乗ってました。なっちゃんのすと羽が滑りないって。結構最初の方やな。DJ パーティーめっちゃ気になるんだけど、好きな曲流せるんかな。絶対あれ流すよ。 Hey DJ のやつ流したい。 Come on say yeah yeah hey 気分上々。え、ね、DJ パーティーって何。そのようなパーティー行ったことないんじゃけど、DJ パーティーってなん。うちさん似合う、ありがとう。みんな気になってる DJ、 あれかな、ボリューム1でもあるんかな。ボリューム1であれやね、どんなものなのか解明されるということでしょうか。みんな気になってる DJ、 こんばんは。こんばんは。ダムみたいに踊るのか、いいね。でナイトクルージングだよ、ナイトクルージングだよ。楽しんでいこやん。でもサコちゃんとかおるけんね、サコちゃんとかおるけん、ちょっとお酒とかまで、乾杯とかまではできるのか。ジュースで乾杯。トラッキーさん、だるまちゃん、ありがとう。ナイトクルージング。ゲーム大会超楽しい。どうするみんな、あの STU 体操やったらどうする。
みんなでSTU体操しよう。マジで体温めてきてね。そらともさん、バラありがとうございます。ありがとうバラ。あながち。もやかさんはじめまして、見に来てくれてありがとう。覚えちょるんって。いや私もギリギリ曖昧、ギリギリ曖昧。ギリギリまい、キリキリまい、キリキリまい。 DJ の意味確かに。じゃあみんなでせーの、じゃん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 みたいな。みんなで桃鉄。いいね、桃鉄やりたーい。クルーズさこちゃん最近可愛くなったけど、なっちゃんだけ見てるわ。ほらまた、ほらまた他の人のこと見てる。そんなこと言う、私だけを見ててって言ってるでしょ。さあジカルさん、だるまちゃんありがとう。皆様の写真集楽しみですなんて、あれってさ何もまだ発表されてないよね。何も発表されてないよね。こんばんは。みんなでマリカいいね。珍しい感じのコーデやろう。そう珍しいんです。こんばんは。ゆきさんおらんから大丈夫。はあ、コソコソしてるのは知ってるからね。全部許さん、こんばんは。許さないから。こんばんは。私何分から配信始めました？そういやそろそろリアルで夏希に会いに行かんといかんなーって。待ってるよ、ご来場お待ちしておりますわよ。マジでほんまに、あのなんかさショールームとかでさ名前は知っとるけど実際会ったことないっていう人の答え合わせがマジで超アハ体験。あのショールームの「何々です」って言われて「みたいな。そうアバターのイメージあるやん。なんか時々あの時まれにあのすんごいアバターの印象と超合致する人おるんや。うわアバターのまんまっていう人もおれば、ほえーみたいな、ギャップみたいな人もおるし、それが楽しい。シーパーセオ、新造船内装の途中の仕事での音、すごい。アハ体験、アバターのまんますぐマジでおるんやって時たま、アバターまんまやんみたいな。メンバーとタイタニックポーズいいね、合致します。あたいも一回全員にホタテのまで名乗ったらな。なっちゃんのギャップってありますかって。何それ、ギャップっていうものは自分で言うものじゃないんだよ、相手に見つけてもらうものなんだよ。タイタニックしてみたいよ、タイタニックしてみたい、タニックトゥルルルルルよ。知ってる？なんかさ最近ってさなんか AI のさ AI 技術がさすごい発達してさ、なんかいろんな歌をアニメキャラに歌わせるとかできるんですよ。でこの「タイタニック」のテーマをなんかキノピオ、マリオのキノピオに歌わせとるやつがあって、
それがすごいの。いいよーみたいな、いいよーいいよーひゃーひゃーひゃー、あれなんて言ったんやろね。タイタニックの歌詞ってなんなんやろ、調べよう。なんかちゃんと歌ってみたい。サビが分からん。あ、よーよーひーよーひー There's nothing to fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way。 むずっ。12の月曜日は初めて行くのでよろしくお願いします。自分はなっちゃんしか買ってません。ありがとう。にじりんごです、どうもって。にじりんごです、どうもって来てね。やおさんありがとう。天才的アイドル様、あのキノピオのモノマネをやってみたいんやけどね、それと多分代償に喉壊すんよな。他の人にやっときたか、来るって言ってたのに、会いに、あいつ今日も来んやんけって思ってたってこと言われたことある。早く会いに来てください。こんばんは。いよースーパーニモさん、ゆうのくんばらありがとう。りょうさん、たこちゃんありがとう。ね、なんかセリーヌ・ディオンやっけ。セリーヌ・ディオンってさ、なんかあれなんやろ、病なんや、病にかかっとるんじゃろ。え、それ歌っとる人やんな。りょうさん、たこちゃんありがとう。山根山さんバラありがとう。ないない、何が起こってる。あ、推しの子を見なきゃだ。3話までは見ました。声のなつきちゃん、いつもの100万倍可愛い、ありがとう。なっちゃん間近で見ると意外と華奢でちっこ可愛いとか、すごいじゃん。私のギャップ知ってるやん、私のギャップ見つけてるやん。そう、そこ。エンジョイヤーのやつもね。ハマッチャさんバラありがとう。え今下北 FM のルーム見たらルーム名と定型文なっちゃんに変わってたって。今今あれかな、私の配信誰か見てたのかな。今気づいてなかったってことか。いや、なんかこれ私だけなんかなと思っとったんよ。自分も配信始まってから私だけなのかなって思ってたんです。ただそういうわけじゃなかったみたい、そういったわけじゃなかったみたいや。で驚いたよ、驚きました。今かわいい、ネックもかわいいねって、ありがとう。
俺は夏希と他7、8種類ぐらいの恋の病にかかる。やば、大変じゃん。大変だね。私が一番重症やろ。ナッツどうしたって、あ、ちょっと今キノピオがあの体に乗り移ってました。ひょーひーチェノーシュ千葉さんなんちゃらさん、あとありがとう。45分ぐらいから私始めましたよね。もうそろそろ1時間経ちますので、もうちょっとで配信終了したいと思います。夏葉は首筋が綺麗なんよ、だからショートが似合うのかと。と、ありがとう、ありがとうございます。なんかここの筋肉を鍛えていきたいと思います。下北にはいないです。ここ広島です。ここのなんていう、ここの筋肉なんとかなんかニュートン骨みたいな、ニュートン骨筋みたいなやつじゃないけど、ここなんか。このピン可愛いでしょ。キラキラー、キラキラでーす。豚骨、いや豚骨は嘘。なんとか豚骨みたいな。ピンがない首筋か。俺は夏希の目が一番好き。眼差し、熱い眼差し。じゃあ45分になったら男女読みたいと思います。皆さん今日は下北 FM にありがとうございました。続けて配信見てくださってありがとうございます。今日さニュート付きん、そう今日さニュート付きん発達してるんじゃない、私今日さニュート付きんが発達してるような気がする。じゃあ私のチャームポイント今度からそれにしようかな。今日さニュート付きこれ、私のチャームポイントは今日さニュート付きです。え、それってありえるんかな。水泳やってて息継ぎしすぎてってこと。お、アーカイブあれば見てきます。アーカイブは多分あると思う。夏希にハイジャンプ、男女読みなんてまるで終わるみたいじゃないか。それが終わってしまうんだよ。ケチャンさん、ツワさん、なんちゃらさん、ハートありがとう。では男女読みます。13位空友さん、ありがとうございます。12位銀色金魚さん、ありがとうございます。11位りょうさん、ありがとうございます。10位サージカルさん、ありがとうございます。9位なぜのにくん、ありがとうございます。8位ピオネさん、ありがとうございます。7位山勝さん、ありがとうございます。6位ジドクさん、ありがとうございます。5位トラッキーさん、ありがとうございます。4位ジョージさん、ありがとうございます。3位おいもちゃん、ありがとうございます。2位山の山さん、ありがとうございます。そして第1位ウッチーさん、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日は一日ありがとうございました。また明日は、明日も朝配信、明日も朝配信見に来てください。よろしくお願いします。それでは明日は金曜日だよ、みんな花金だね。それではまた明日の配信で会いましょう。それでは配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい。うえー、今日も一日ありがとう。それではメール送ります。